寄っていくのはキャプテンの本村。ここに壁になります34番のベンジャミン・ローソン。まずシュート打っていきました。田渡亮、西宮30対30、ここで再び同点に追いつきます。あー、ここでカットしていったポーターのダンク、少し距離がなかったか。リバウンド拾っている熊本、ローソンから最後山本翔太、失礼、本村亮介。ハミルトン3狙っていく、ここはエアボール。さあ熊本最後の攻撃、第2クォーター、磯の3を狙っていく、決まりました、ブザービーター。最後は磯野の3ポイントで、谷口からここは田渡りで一旦落ち着かせます。そしてジャンプショット、決まりました。2本目、リバウンド中西、そしてハミルトン下がってスリーは来ました。そして長島レーン、ここで得意のドリブル、そしてバスケットカウント、再びリードを奪った熊本。ここでスリー打ってきた、これも決めました。まあ、ここは西宮としては個人ファール4つに達したポーターがいますが、さあそして長島、そしてソーシェリフとパスがずれました。ここからロング、3狙っていきますが、ここは熊本ボール。さあそしてレイアップ決めていきました、長島です。そんな展開になっています。西宮、ここは川島がここから狙っていく、決まりました。本村、中にはローソンもいますが、自ら狙っていった、決めて、これで熊本リードに変わります。ここでフェイクを入れていきますが、このボール熊本が奪って、磯野のダンク、カツオダンクに沸くこの熊本です。なるべく早くシュートを打ちたいところですが、ハミルトン、ここは2ポイント決まりました。ショットクロック残り8秒、神里かわして中に入ってきたジャンプショット、決まりました。ここで大きな大きなジャンプショット。さあこれでボールを保持します神里、ここで試合終了です。85対78。